体育の授業で先生をボコっちゃう陰キャおいもっと腰を入れろ大外刈りでいくって言っただろ宣言してるんだから簡単に刈られるなよ先生やば生徒倒して気持ち悪くなってる <laughs> ここで先生倒したらヒーローだよね倒す受け身柔道得意なの陽 <laughs> キャと試合した時毎回言われるからねなんて言われるの受け身の天才マジでそれ毎回負けてない先生の癖とか分かれば勝てるかも癖って大外刈り狙いとか なるほど。じゃあ次高木来い分かった成りながり軽量級狙い。おお、ふガリガリ。得意技ザコガリかよ。はいじゃあ次は、払い系の技を教えてやる。誰が来いあ、じゃあ自分行きたいっす。ふわ、ラグビーベースの近田だ。重量級来たよ払い系の技かけるとか言ってたけど。何の技で倒すんだろうお前か逆か門前払い勝負を投げやがった。 先生、でかいやつにビビってね。よし、じゃあ次は重量級とやろうかな。あ,あ、お前来い。はい自分ですかどうだ。弱々しいから、稽古つけてやる。いや、自分、戦闘は得意ですけど。ダークナイトファンタジーという異世界系バトルアニメを参集してますので。アホそんなの実践では通用せん何の技でもいいから。ほら、かけてみろ。何の技でも。では マジックキュアプリティであいつバカから何言ってんだよ一本マジックキュアプリティ炸裂お今の何の技だ何がりだ魔法ですマジカルえ先生中岡に負けてんのおもろいや笑えるわざとだよ俺は初段持ってるから生徒相手に本気出せないだろジョークだよジョークいや今のも笑えないタイプの投げられた子でしょ 受けが取れてないです。こりゃ一本取られた。冗談とは思いません。さらにもう一本。よし。じゃあ分かった。次は真面目にやろうかな。ああ。もう一度だ。はいいや、自分はもういいかと。いや、もう一度だ。先生、どうやって勝つつもりかな大人の意地で定番の投げで倒そうとするんじゃないあ、もう少し下がれ。そこの回線に立ってから試合から俺に音だけなーいさすがに生徒に不意打ちはダメでしょ。ダメだよ。ーッ プリティマリアノーダメミラクルハートアルペジオ1本この野郎プリティラーメ大本1本クっソプリティ投げ1本ラブシュート1本プリティ投げ1本ファンファンあもう陽気溶かしてるでは次は必殺技いざ参る必殺技だって先生どうするんだろうよし行く気だよもう終わりいざ参ったチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね 他。